はい、皆さんこんばんは。今日はね、スターウォーズの新ツム、レイとカイロレンの評価の方していきたいと思います。はい、じゃあまずレイの方から。スキルがランダムプラス縦ライン上にツムを消すよってことで、まあ2段階スキルみたいな感じですね。で、ジャイロ機能はあった方がいいです。うん。ランダムで消してるときに、ジャイロで端に寄せて、縦ライン消すときに、まあ、真ん中に集めることで消去量を増やすような感じですね。まあ、消去量がね、1個2個でも増えれば、点数とか次のスキルがすぐ使えたりするので、ジャイロはあった方がいいです。はい。じゃあ次はスキル別に行きましょう。低スキル、スキル1、2くらい。一応スキル1で1000万。取れる性能は持ってるんですけど、まあ最近のツムだと1000万なんてザラに行くので、大して強くないです。はい、次3、4、中スキルですね。中スキルね、僕はやったことがないので、YouTube とかで、まあ動画漁ったら出てたんですけど、だいたい、まあコイン稼ぎの面で4000枚から5000枚稼げるそうです。まあただ YouTube に上がってる動画なんてだいたい割かしうまくいった方なので、まあ平均考えると4000枚前後かなと思います。うん、スキル3、4で4000枚前後だったらそこまで強くないです。うん、無理に上げるような、性能じゃないですね。はい、スキル5、6でいくと、まあ一応スキル6でスコアが2000万超え。うん。まあ、延長とかうまく回れば3000万取れるレベルだと思います。で、コイン稼ぎが、7000枚くらい行くのかな？うん、昨日30分コイン稼ぎ、生放送でやってたんですけど、まあ、後半ジャイロに慣れてきたのか、7000枚くらい割かし行ったので、うん、そのくらいかなと思います。ワンプレイのコイン数は割と稼げる方。なんだけど、ジャイロを使う点。プラス、スキルゲージの繰り越しがしっかりできた上で7000枚なので、まあ誰でも使えるようなレベルじゃないです、これは。うん、ちょっと難しい。そう、必要積むが17個、確か。なので、ちょっと重たいので、その、ジャイロを使いながらの、そのゲージの繰り越しをやるのは、なかなか、難しいので、まあ、その点考えると、まあ、コイン稼ぎとして使うのは、あんまり向いてないかなと思います、個人的には。はい、そんなところですね。うん。稼げるけど難しい。はい、次、カイロレン。行きましょう。スキルが数箇所でまとまってツムを消すよってことで、まあ、普通の消去系です。スキルの説明特にありません。はい。低スキル。スキル1、2かな。1で1000万取れる性能は持ってますが、先ほども言ったように、スキル1で1000万取れるツムはザラにいるので、特に強くないです。はい。スキル3、4。これも YouTube で探したら、4000枚、5000枚くらいだったので、まあ無理に上げる必要はないと思います。はい。スキル6。一応、スキル6使ってみて、スコアがね、2000万ぐらい。2000万超えですね。消去系の中ではね、強い方だと思います。本当に単純な消去系、ボムも巻き込まない。うん、他に特に何も効果のない、消去系の中では、うん、強い方だと思います。他に、うん、単純な消去系で2000万超えするのが、ほぼほぼいないと思うので、まあ、ピーターパンとか、くらいしか思いつかないけど、今は。うん。その中では、うん、かなり強い方だと思います。コイン稼ぎですが、54で8000枚超えました。平均がね、6000枚くらいかな。なので、多分、比べるとすると、まあ、野獣。ね、野獣と比べても、まあ、野獣も平均6000枚くらいだから、まあ、いろんなところで野獣超えみたいな言われてるけど、うん、使い勝手考えると、やっぱり野獣の方が強いかなと思います。効率的にはもう野獣の方がよっぽど上です。この間30分コイン稼ぎしたら、レインが5万5000くらいだったので、30分で。
野獣が約7万、1万5000コインくらい差出てんのかな。うん、そんだけ差が出ます。で、その、まあ、野獣と比べると、まあ、何が違うかって言ったら、振ってくるの待つか待たないかは、でかいかな。うん、野獣は、まあ、傾けてるから、そこまで、振ってくるの待たなくても、30後半消してくれます。し、なんならちょっとゲージの繰り越しもできるんだけど、カイロレンの場合だと完全に振ってくるの待たないと消去量が少なくなってしまうので、うん、その点が違うと思います。あとはスキルの演出の長さですね。まあ単純な消去系なので使いやすい方だとは思いますけど、使えるっていうわけでもないので人それぞれですね。はい、じゃあ話少しまとめますね。レイが使い勝手が少し悪いですね。ジャイロ使ってスキルゲージの繰り越しができてこそのスキルループでコインが稼げるっていう性能なので、まあスキチケは使わない方がいいかな。うん、スキチケ使ってあげて使いこなせなかったら意味がないので、スキチケは使わない方がいいです。はい、レンがまあ使い勝手は悪くないっていうか簡単で楽ですが、まあ逆に簡単で楽でもっと稼げるツムは割かしいるので、うん、そこと比べちゃうとこっちもスキルチケットを使う必要はないと思います。はい、そんなところかな。まあ2体とも別に決して弱いわけではないので、うん、5、4で8000枚どっちも稼げてるくらいのポテンシャルは秘めてるので、まあ別に使ってて楽しいとか、まあ、ちょっと使ってみたいなって方はスキルレベル上げればいいと思うので、ただ、スキチケで、まあ、無理に使って損だけしないように気をつけてください。よし、そんなとこですね。はい、じゃあ今日の動画はこれで終わり。バイバイ。